ありがとうございます。はい、2番手のあすみです。喋るのは苦手です。ヤギ姉さん、私魚やったらさばけますよ。はい、お作りやったらできますよ。はい、アジとか、今年はサンマは5匹行きましたね。はい、いつでも呼んでください。なんぼでもさばきます。マジで、マジです。3枚におろして皮引いて、引いて呼んでください。あともう呼んでくれたら焼酎も一緒に持って行って一杯しましょう。一杯さあ、ほなこと言うとらんと歌います。もうその話の打ち合わせはこれライブ終わった後にしましょうはい、じゃあ私も小町姉さんに見習って説明をちゃんとしよう友人を見送るために作った歌です。ここにいるよ、聞いてくださいの拍手があなたに聞こえればいいのに、いつも遠くで手を振るあなた、そこからの景色はどんな風なの。一人の怖さを知っているんでしょう。まぶたに残るあなたの揺れる影、一秒も忘れないわ。ここにいるよ、ここにいるよ、どんな時もいつでもあなたが帰れるように。ここにいるよ、ここにいるよ、どんな時もいつでもあなたが思い出せるように。息が私に聞こえればいいのに、いつでも笑って手を振るあなた、一人で過ごすのが辛い夜もあるでしょ。すべて飲み干して耐えているの、知らないふりをことしかできない私だけど、ここにいるよ、ここにいるよ、どんな時もいつでもあなたが帰れるように。ここにいるよ、ここにいるよ、どんな時もいつでもあなたが思い出せるように。
まぶたに残るあなたの揺れる影、一秒も忘れないわ。ここにいるよ、ここにいるよ、どんな時もいつでもあなたが帰れるように。ここにいるよ、ここにいるよ、どんな時もいつでもあなたが思い出せるように。ありがとうございます。次の曲は、そうやな、毎度話してることですが、多分二十歳超えてない時に一回り上ぐらいの男性を憧れてしまって、で背伸びして、その時はまだ甘いカクテルしか飲めなかったんですけど、そういう時の話を、今は立派に日本酒と焼酎を飲める大人になりました。カシスオレンジ聞いてください。グラスを飲み干す仕草がやけにかっこよく見えて、真似してやろうと思ったらやめとけって笑われた。高いヒール、こないだ買ったばかりよ、メイクも散々研究して似合うよって褒められて嬉しいけど、あやすように頭を撫でないで、大人のなり方を教えてよ、今すぐに。からかってばかりいてないで、近づいても近づいても埋まらない、何かを仕方がないで済ませないで、お願い。悪知恵も働くし、そんなものまだ知らなくていい、いつか勝手に覚えるから。高いヒール、無理した足が痛い、メイクも目尻が似
構わずそらさない私を眩しそうに目を細めたのに大人のなり方を教えてよ今すぐに憧れだけなら黙ったりしない早いか遅いかが違うだけねそうでしょむやみに私を遠ざけないでお願い次の曲は、バカップルの話ですなんかくっついたり離れたりくっついたり離れたりするちょっと有名な高校時代にの同じクラスに有名なカップルがいましてなぜか私はいつも 両方から別々の場所で愚痴を聞かされる羽目に毎回なってましてもうでその時いつ もうまた茶番やわ茶番やわ茶番が始まったわと思ってこういう曲を書こうと思って茶番という曲を書きました。聴いてください。何を何も知らないくせに私のこと決めつけないでよ。お前は可愛げがないだとか頑固でどうしようもないとかほっといて何よ何も聞かないくせに私だけ悪者にしないでくすぶってたのはお互い様よ一人だけ困った顔しないでうんざりしてんのよげんなりしてんのよわかっているのにねこのなで声で名前呼ばれたらお手上げマジで今回だけだからね次はないわよね聞いてんのあんたに免じていてんの少しは反省してみなさいよなじみのパターンでくっついたと思えば離れて離れたと思えばくっついて私はそんなに暇じゃないのにうんざりしてんのよげんなりしてんのよ鈍感なくせにこう
してくるのどんだけやっぱり俺にはお前しかいないなんて急にどうしたの分かったなら別にもういいわ私もそう思ってたところなの皆さんにお騒がせな曲ですね。さあもうそろそろ焼酎が飲みたくなってきた。早く2曲歌って終わります。そうか、告知もしてくださいと前お叱りを受けたことがあったのでします。来月は12月1日日曜日に大阪の日本橋に太陽と月っていうところがあるんですけども、そこで歌わせていただきます。今のとこ覚えてるのはそれぐらいですほんで、ね、まだこれもクレームが来ててすいませんっていつも言ってるんですけど、全く更新してないブログがありまして、一応でも一応気が向いたら更新してるんですけども、弟子もダティリア木に登るというタイトルでブログをします。アスミ弟子とでもググっていただければ多分出てくると思いますので、更新してないやないかとかクレームでも何でも構いません。興味がある方はぜひいらしてください。はあ、さあ歌おう、そうやな、この曲は、思春期丸出しやった時に思ったことを、もやもやとして思ったことを形にした曲です。憧れ、聴いてください。憧れはいつも夕立のように僕を通り過ぎてゆく。アスファルトはただ冷えてゆくだけで何も芽生えはしない。空の僕を一人にする。いつからだろうか僕はこの僕を互い違いにしてしまった。上手に笑って上手に話してやってはいけるけど、そばにあるのは限りない偽物。綺麗なものを集めてみた。サビだらけの僕がいるんだ。本物が欲しくて
てなすように嘘をついてはまた遠ざけてしまう跳ね返る声は柔らかい棘で僕を小さく傷つける泣いているのは誰なんだろう かっこいいもの 飾ってみたけれど 似合うわけありがとうございます、最後に持ってくるのもどうかと思いますがとても不健康な歌を歌います。タイトル不健康。ありがとうございました。あすみでした。和音でもあなたの声ならまだ聞けると思っていたのよ。携帯電話が私を支配して眠れなくするまでは空が青くても白くなっても気にならなくなってしまったのよ。日付がいくら進んだとしても私の頭は遡る。かさついた言葉を読み返すのあなたを描いたのはどれだろうか。だって置いていたさよならを口に含んでみても、胸焼け起こすだけ食べきれそうにないもの。あ、体に悪い悪すぎるわ。ああ私不健康。死んだふりを上手にするから頭の上を早く過ぎ去って小心者たちはギリギリのラインで
世間を喘ぎ泳いでく。バカにしたように、携帯電話がアラーム音だけを真面目に鳴らすの。だって何も欲しくないのよ、さよならをかじっては。ああ苦味に耐えきれない、吐き出してしまうのよ。だって置いていたさよならを口に含んでみても、胸焼けを起こすだけ、食べきれそうにないもの。ああ体に悪い、悪すぎるわ。ああ私不健康。ああ体に悪い、悪すぎるわ。ああ私不健康。ありがとうございました。すみでした。イエーイ、酒だ。Show to hide the fact we ain't vibing now. Me people believe ain't nothing wrong and we happy now. But you know that we ain't, yeah. I think they can see that there's some trouble in paradise. Yes, there is, yes, there is. You fail to perceive that they are starting to realize, yeah. What once is gone, the issues are becoming more, and I can't ignore. Tell you what I'm thinking. Got to make this right, 'cause we're just dragging it on and getting along. Can we get this right? I don't feel to struggle no more. It ain't like before. Little something's got to change. Situation rearranged. Yeah, I got to get this right. Baby, can we talk about before I'm fresh out? Fresh out, fresh out, fresh out. Fresh out, fresh out, oh. The problem with you is that you're failing to look around. You gotta look down. And you say it's alright when our world is coming down. And you know that it is. And you don't wanna take my hand when you know, but I'll help you out. Oh, 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 I know that you like it when I'm losing ground. Girl, I got to say what once was gone. The issues are becoming more, and I can't. No, 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 I got to tell you what I'm thinking. Got to make this right, 'cause we're just dragging it on and getting along. Can we get this right? I don't feel to struggle no more. It ain't like before. Little something's got.
change. Situation rearranged. Yeah, got to get this right. Baby, can we talk about before I'm fresh out? Fresh out, fresh out, fresh out. Fresh out, fresh out. It seems that inside you know that something ain't right. But you proceed to be blind by the fantasy. See, ignorance only gets you so far in life. Open your eyes, girl, stop trying to hide. Pushing on, stressing me from dusk till dawn. I'll have to walk away. Girl, I can't go on living this way. Yeah. Oh. Can we get this right? I don't feel to. No, 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 no. Now something's got to change. Situation rearranged. Yeah, I got to get this right. Can we talk about before I'm fresh out? Got to make this. We got to get it right. どうもこんばんは、ヤギリンゴと言います。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。今日はなんだかんだで女子3人、飲んだくれ女子3人が集まったみたいで。なんか始まる前から酒の話ばっかりしてたんですけどまあなんですね、11月ですか、そろそろ紅葉がね綺麗になってきたそうでね。私は加古川に住んでるんですけど、加古川田舎なんだけど、そんなになんかもみじはないなと思いながら京都に行きたい今日この頃ですが、では聞いてください。そんなね、なんか秋になって赤く染まり、みんなの心を温めるような気になれたらいいなと思って作った歌です。気になれたら。犬は歩いてるだけでいい、ただそれだけで。猫はあくびしてるだけでいい、ただそれだけで。赤ちゃんは笑ってるだけでいい、ただそれだけで。君はそこにいるだけでいい、ただそれだけで。僕は君のために何ができるだろう。ああの木になれたら、夏には木陰で君を休ませたいよ。ああ歌うことくらいしかできないけど、僕のそばにいてよ。山がそこにあるから、登るんだって登山家は。リズムが体
体にあふれるから歌うんだってミュージシャンはどうでもいいけど今君に会いたい あの木になれたら秋には赤く染まり君を温めたよああ歌うことくらいしかできないけど僕をずっと見ててああ あの木になれたら冬には葉を落とし君に太陽を浴びさせたいんだ歌うことくらいしかできないけど僕をずっと見ててできるだけずっとずっと歌いました。イエイね、イエイイエイイエイですよ、ほんまに。今日は11月22日ということで、いい夫婦の日ということなんですけれども、この中で夫婦の方はどれくらい、いらっしゃいました。お一人いらっしゃいました。おめでとうございます。いやいやと言ってらっしゃいますがめでたくないんですかね、独身気分でボイスにようこそね、いい夫婦ということで、うちのお父さんが11月27日が誕生日なんですけど、家族全員、まだ誕生日じゃないですけどね、家族全員コロッと忘れとったんですけど、台所にカレンダーを貼ってて知らんうちにこっそりと誕生日のシールを貼っててねちょっと可愛いなと思いながらなんかしたらなあかんなと思いながらいるんですけれども、でも全くね関係ないか分かんないけど、私の中でラブソングという曲がありますんで、ちょっと悲しい歌なんですけど、なんてなんてという曲を聴いてください。
行きたいのに、なんて悲しい恋の歌、汚れるのが嫌だから、履けない白の靴、本当は雨の日だって履きたいのにできない、白の靴、私も含めまして素敵な女子が3人歌いましたけれども、皆さん料理の話をしてましたが私はこの年になって料理教室に通っておりまして、でもスマイルクッキングって言うんですよね、スマイルクッキングどんなんかなと思ってめっちゃ楽しみにね、1年間約1年月に2回通ってるんですけど、おばちゃんばっかりで、周りが班の人がおっちゃん一人いるんですけど、何さっきもメグさんとかに話したんですけど、なんか味付けとかそんなんは私あんまやらせてもらえなくて、人参を切るとかそんなんしかあんまやってない、あと洗い物とかしかやってないんですけど人参の細切りみたいなのを切ったところで、おばちゃんにこれ太さがちゃうから、火の通りがちゃうから味が変わるなとかなんか言われながら言われながらやってますがほんでだしとかね、私取ったことないんですよ。どうですか、奥さん取ってはります？そうですね、私もインスタントが
好きなんです。てか撮ったことないですよ、ダッシュをね。ほんまに本とかで見るんですよ、撮り方とか書いてるんですけど、なんかイメージばっかり膨らんで、この鰹節入れたところで、あとどないして撮ったらええんやとかっていうのをとかを悩みすぎて、なんかできないっていうね。で、あのごちそうさんって見てる方いらっしゃいます？朝ドラ、あ、忙しいですね。朝ね、朝あの8時からのが忙しい方は7時半から BS さんでやってますから、ぜひ見ていただきたい。あの最初の方はおにぎりばっかり作っててね、おにぎりが無性に食べたくなってこんな大きな体になってしまったんですけど、本当に何の話や。まあ食べ過ぎたら太るということでこの歌を歌いたいと思います。ね、ほんまに去年の秋冬もんでライブに着ていた服が片っ端から入らなくなって、今日は何着ていこうかとだいぶ迷いました。ヤギリンゴです。ダイエットブルース聞いてください。イエーイ。そろそろ気になり始めた、ぷにょぷにょのお腹と二の腕だ、はははは、ダディだ。こんなに仲が良かったかな、右と左の太もも。階段登るとぜーぜーはーはー、体が重いよ、あ、体重計に乗るのが怖い。だけどイエイ、ダイエットは明日から、ダイエットは明日から、イエイ、明日から腹筋するから、今日はケーキ食べよう。シュビデダディダダダ、シュビデダダダリダダダダラダダダダラダダダダディダダダダラディダディディダディダダラララ。あたし好きな人がいるのよ、その人が大大大大大好きなの、あはは。1ミリでも痩せた体で、あの人のもとへ行きたいの。昔お気に入りスカートのジッパーが上がらないの、高かったあの服もう一度着たい。明日から、あ、ダイエットは明日から、イエ、明日からプールに行くから、今日はアイス食べよう。体重計とにらめっこ、炊き込みご飯とにらめっこ、ケーキとおまんじゅうとアイスとにらめっこ、あ、ぷっぷっぷっぷ、食べたい、イエイ食べたい、イエイイエイ、痩せたい痩せたい、ありがとう。アップブブブアップブブブブブブルース、イエイイエイ。ダイエットは明日から、あ、ダイエットは明日から、明日から10キロ走るから、今日はボイスのおでん食べよう。イエーイ。ダイエットは明日から、ダイエットは明日から、イエー、明日から腹筋するから、今日はたらふく食べよう、今日はお腹いっぱい食べよう、今日はおいしいもの全部食べよう。イエーイイエーイ。ダイエット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 ブルース、ダイエットダイエット。
ございます。おてん、ほんまに美味しい。食べました？めっちゃ美味しいんですよ。あれ、いつから煮込んでるんですかね。じゃあ、おてんも作れるんですよ。ちゃんと本出しでね、ほんまほんま美味しいもん、いっぱいね、秋やから食べたいなと思いながら。ね、じゃあ、そうですね、もうすぐ、もうあと1ヶ月でね、クリスマスや年末やありますけれども、クリスマスといえば何を思い出すかといえば、私前にね、昔にバンドを組んでたんですけど、ちょっとね、そのね、バンドのメンバーがクリスマスに亡くなったんですよ。そう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 ね、なんか浮かれてたら連絡があって亡くなって、クリスマスといえばなんかその人を思い出してしまうんですけど、そうですね、まあよう飲む人で、で役者みたいなことも、演劇みたいなのもやっとったんですけど、ストイックで、なんか戦国武将の役で、なんか痩せなあかんねんとか言って、ほんまに食べに行ってもドレッシングがなんとかドレッシングやから、これはこのサラダも食べられへんとかなんか言って、ほんでね、何十キロか痩せてね、いましたけど、そんな彼を思って作った歌を歌わせてもらいます。はい、一個だけ、補足で付け加えます。その方が亡くなって1ヶ月ぐらいしてから、ほんまに部屋にウクレレを置いとったら、何にも誰も触ってへんのにポーンってなったんですよ。絶対その人が今来とうなと思ったんですけどね。そんな歌を歌います。南風。違うの見とった、すいません。すいません。歌詞が違うかった。わ、ないわ。ないわ、そんだけ喋って。前奏はあっとったと思うんだよね。歌詞がないわ、どういうこと？ポロッと、あ、行きますね。行きますね、ありがとうございます。南風で聞いてください。
ねえそこにいるんでしょう。あんたが守ってくれるのがわかるから、私は今日も歌うよ、あんたも歌ってくれよ。ひらひらと蝶々が飛んできた、1曲ぐらい歌っていいですか？いいですか？ありがとうございますもっともっと歌おうかそうなんですよ、なあかんやでね、今年まだあと1回しかまだライブがなくて、12月なんか年末もっとなんかいっぱいなんか入るかなと思ってたら1個あるんですけどね、今日はその今年ブービーライブっていうんですかラスト2の今のとこライブなんですけれども ね楽しく歌いたいなと思ってます。はい、じゃあ次はですね、楽しい歌で、今日私加古川から来たんですけれども、加古川の隣の町に、高砂市というところがございまして、高砂市ご存知ですか？遠いとこから来られたんですか？あ、そうですか。高砂市、そうですね、そう
そうですね、私も加古川なんで結構遠いとこから来てるんですけど、でほいで高砂市のゆるキャラがいるんですよね、ゆるキャラのねボックリンっていうね可愛いキャラクターがいるんですけどね、そのキャラクターのテーマソングをね歌わせてもらってまして、そしてもう一個ね高砂にちなんだ話がありまして、高砂市が来年60周年、市政60周年を迎えるんですけれども、その60周年にちなんだキャッチフレーズっていうのを募集してまして、キャッチフレーズね、ほんで知り合いというか仲間と3人でキャッチフレーズを考えまして、送ったところ、それが最優秀賞に選ばれました。イエーありがとうございます。そうなの、そのキャッチフレーズをここで発表しますと、未来へ、未来にホット高砂語。あー、なんで知ってるんですか、調べはったんですか今。え、あ、お前ですか、ありがとうございます。そうなんです、 Facebook、 あ、 Facebook もやってますよ、 Mixi も Twitter もやってますよ。そう、それでねなんか乾いてて歯に唇がくっつきましたがチームボックリンでホット高砂語。そのホットっていうのが船の帆の漢字を使ってホットって言うんですけど、高砂語の人で、昔の人でなんか船で有名な人がいるんですよね。でざっくり、そう、船で、そのほ、船のほのほっと舵を取っていこうっていうのと、あとほっとするなこの町っていうほっとと、熱く行こうぜほっとほっとっていう、いろんな意味を込められたほっと高砂語っていうのがイエーイ選ばれまして、この前のね表彰式なんか行っちゃったりしまして、そういるんですけれどもで、あとそのほ、未来へホット高砂語にメロディーをつけてくれって言われて、ちょ、これどう思います、聞いてください。じゃあ、未来へホット高砂語イエーイっていうのをいいやろそれをね、ちゃんといろんなところでまた流してほしいなと思うんですけど、とりあえずボックリの歌を作ってまして、その曲を今から歌おうと思うんで、ノリノリで聴いていただければありがたです。いきます、ではミュージックスタート。ボックリイエーイありがとう。僕はボックリン、まんまるおめめん、高砂の町から生まれた。僕はボックリン、笑顔大好き、君の夢はきっと叶うよ。何歳になっても夢はあります。その皆さんの夢が全部叶いますように。君にもし好きな人がいたら、僕の名前を呼んでみて、きっと叶うから。大切な友達や家族、大好きな人と仲良くなれるから、目を細めてみて、口を大きく開けて、笑ってみようさ。あはははは、やー僕はボックリン
が丸おめめ高さこの松から生まれた僕は僕にヘカも大好き君の夢はきっと叶うよ。言い忘れてました。この曲イヤーっていうとこが出てきます。ぜひ皆さんで言ってみよう。イエイ。君にもし願い事があったら僕の名前を呼んでみてきっと叶うから未来の君あんなことしたいこんなことしたい全部できるから足ステップ踏んで手を大きく振って踊ってみようさラン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 。いやー、いきます。いやー、ありがとう。僕は僕にまんまるおめめ高さこの松から生まれた僕は僕に笑顔大好き君の夢はきっと叶うよ。本当に皆さんの笑顔が大好きです。いやーっていう時の皆さんの嬉し恥ずかしそうなその笑顔大好きです。海でも山でも神社でもお寺でも僕の名前呼んでもう送りラストいきます。いやー、ありがとう。僕は僕にまんまるおめめ高さこの松から生まれた僕は僕に笑顔大好き君の夢はきっと叶うよ。イエイ、ありがとうございます。イエイ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 イヤありがとうございます。ね、今日は11月2日、2013年11月20日、22日いい夫婦の日、皆さん楽しんでいただきましたでしょうか。ボイスへようこそ、今更ですが、ようこそね、本当にね、いろんなところでもライブさせてもらいますが、本当になんかね、本当にこの一日の終わりをっていうか一日朝からありましたが夜になってこういうね誰が集まるかわからないような場所でこうやって出会えたっていう奇跡、ほんまにね、このみんなが集まるということはもう今年はないんじゃないかと。そうだそうだ思いますがね、奇跡ですよね本当に。多分今日どこ行こうかな、どこで飲もうかなとか、どこ行こうかなと思いながらいろんな選択肢がある中来てくださったことだと思うんですけれども、本当にありがとうございますね、最後まで残っていただいてもありがとうございます。じゃあ最後に歌いたいと思います。すごいね今日ね、この楽譜を見ていてめっちゃこれ多分まだ今まで2回ぐらいしか歌ったことないっていう
10年ぐらい前の曲を見つけて、それを最後に歌いたいと思います。今日はバイバイという歌です。ちょっと久しぶりすぎて恥ずかしいんですけど歌いたいと思います。今日は本当にありがとうございました。イエイ。晩ご飯の匂いがしてきたよ。もっと遊んでいたいけど、お腹が減った家へ帰ろう。今日はこれでお布団はお日様の匂いがする。タイムマシンに乗って明日に向かって、おやすみ。今日はほんまにありがとう。ヤギリンゴはみんなに出会えて幸せ。あなたの心に届いたなら、またどこかで会いましょう。あなたが明日も笑えるよ。バイバイ。今日はありがとうございました。ヤギリンゴでした。で、本当に素敵な夢を見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you.